皆さんこんにちは、35サマーズの寺本欣二です。前回の前編、第5弾の前編はですね、南青山からお届けしました。で、今回の後編は柳橋まで戻ってきたということは、地元のアナトミカ東京1号店に戻ってきたということです。で、アナトミカ東京10周年記念、12月4日土曜日になるんですけども、もうカウントダウンですね。で、12月4日と5日土曜日と日曜日なんですけども、10周年のお祝いのイベントをやりますので、10年前もボールナールっていうワインをたくさん振る舞って、今回もナチュラルワインでおもてなしをしますので、皆さんこぞっていらしてください。あ、着きました。あ、このアナトミカのブロンズのサインすごくいいですね。やっぱり10年前に取り付けていいパティーナが出てきてますね。じゃあ入りましょう。あ、着いた着いた。パキはい、改めまして、KGG 第5弾後編の始まりです。で、KGG 第5弾の前編では、僕らの大先輩の、斉藤久夫先生、斉藤久夫さんにいろいろ今売っているラグラン2とか、ラグラン8とかを着てもらったんですけれども、今回の後編では、ピエールと僕の肝入りのこのベンタイルのサバイバルイエローラグランコート、こちらを紹介したいと思います。そして、今年最後の KGG ということもありまして、パリのピエール、チャールズ、ルイス、この3人からお祝いの動画をいただいてますので、そちらをぜひご覧ください。どうぞ。Bonjour Tokyo. Bonjour Tokyo. Hello Tokyo. Je suis Charles Nousse, associé de la société Anatomica avec Pierre Fournier et directeur de la boutique de Paris. Je suis très heureux aujourd'hui de vous souhaiter à toute l'équipe de Tokyo Higashi Nyombashi un joyeux anniversaire pour ses 10 ans. Très belle aventure. Merci surtout à Kinji qui nous a permis de lancer ce projet. Et voilà, je me souviens, il y a 10 ans, j'étais encore un jeune homme de 30 ans. Maintenant, je suis un papa de 40 ans et j'espère vivre encore plein de belles choses et avoir plein d'histoires à raconter avec vous et rapidement venir vous voir au Japon pour fêter ça comme il se doit. Bon anniversaire! Bonjour, je me nomme Luis Freire Amestoy, architecte, et à cette occasion, je remercie la société Anatomica et Certified Summer pour m'avoir confié l'organisation de la boutique de Paris et des Higashi Nyombashi à Tokyo. Eh bien, bon anniversaire. Je suis Pierre Fournier, le fondateur de la maison Anatomica, et je suis très heureux de fêter avec vous, à distance, malheureusement, l'anniversaire de la première boutique Anatomica au Japon, dans le quartier de Higashi Nyombashi à Tokyo. Ça a été un challenge, car ce quartier magnifique, avec cette jolie rivière devant, avait été déserté des boutiques de détail. Aussi, bravo, encore bravo, à toute l'équipe de 35 Summers et à son dirigeant, M. Kinji Teramoto. Un meilleur choix me semble ne pas être possible que cette option. Et c'est formidable. Bravo! Joyeux anniversaire Tokyo! Omedetto! Omedetto Tokyo! はい、それで、3人の動画見ていただけましたか？僕も感激しました。で、みんなやっぱりかっこいいんでね、いつもね刺激になるんですよね。思い起こせばこの1号店なんですけども、
まず最初に35サマーズが移転して、青山、神宮前、あの界隈から移転してきて、一回遊ばせてたんですけれども、で、いよいよアナトミカの東京店をオープンしようっていう時はかなり冒険心満々の少年のような気持ちで始めたんですけど、いよいよ10年経って、これからもピエール、チャールズ、ルイス、そして東京店のスタッフ、あとアナトミカ全員のスタッフ、この力を借りて頑張っていきたいと思います。で、早速ですが、第5弾後編、トップバッターの商品を紹介します。で、今回の KGG なんですけれども、144枚を前発注いただく予約制ではなくて、すべて12月4日の、10周年記念の日にリリースしますので、ぜひもう早い者勝ちですので、なくなったら終わりです。で、トップバッターのこのベンタイルのコートなんですけども、ベンタイルは、イギリスのベンタイル社、本来はタブロットっていう会社が追ってるんですけれども、その L34 番っていう薄いポプリン素材でできてます。で、お色がサバイバルイエローっていう色なんですけども、この素材、僕とピエールずっとこのコートをやりたくて2年ほど温めてました。で、10周年の証なんですけれども、ここにベンタイルのラーベルがついて、で、アナトミカ、そして10周年記念マークがここにつきます。で、このシングルラグランコートって僕たちが呼んでるんですけども、この名前はですね、僕とピエールの会話の中でピエールが突然ワンピースシングルラグランスリーブって言い出したんですよね。で、僕が話を持ち帰ってスタイル化するための名称としてシングルラグランコートっていう風に名付けました。で、こいつがデビューしたのが2009年の秋のことなんですけれども、その後2012年にラグランの2番が出て、今は1番2番ずっと8番まで来てますので、毎年進化をさせてマイナーチェンジをさせて、なんとですね、大きな変革があったのが工場も変えちゃったんですよね。で、青森県の日本で一番うまい工場で縫製を始めて、さらに言えば日本一ということは今で言うともう世界で一番うまいかなっていうような工場で縫っている、すごく完成度の高いコートなので、こちらのコートですけれども、先日青森の工場までビヨンって新幹線で行って日帰りで帰ってきて、かなりいい動画を収めてますのでご覧ください。で、ベンタイルなんですけども、
1930年代、産業革命が起きたイギリスのマンチェスター、こちらの科学学校のラボで生まれた素材で、目的は英国空軍、このパイロットたちが不時着する前に海に落とされちゃう。そういう時に落ちると冷たい海なんで、冷たい海でも少しの間、約20分なのかな、生存率が高くなるための体を覆う素材として生まれました。で、1939年から43年の間使用されて、その後民間でも使えるようになった、素晴らしい素材ですね。で、そのベンタイルの撥水性、防水性の高さっていうのを表現するために、今回じゃがいも用意しました。そしてじゃがいもをベンタイルの L34 番で巻いてみました。で、こっちもじゃがいもを、これから説明をするんですけれども、 L28 番、このベンタイルで巻いてみました。でですね、何をやりたいかというと、こちらに10リットルのお水が入っています。で、じゃがいもを入れます。あ、沈んじゃいますね。ただし L34 番で巻いたもので違うオレンジ色のベンタイルで巻いたものがどうなるかっていうのをお見せしますので、お待ちください。こういうことですね。チャポーン、もう見事に浮いてるんで、もうこのままにしておきます。どうですか、もうかれこれ、10分ほど経ったんですけど、まだ浮いてますよね。で、この防水性の高さ、やばくないですか。で、このコートなんですけども、いわゆるそのシングルラグランコート、ワンピースシングルラグランスリーブなんですけども、ずっと着ているんですけどね、僕の代から息子の代に、娘の代に、そしてその次の世代まで、ずっと着れる、名付けて3ジェネレーションコート、略して 3G コートっていうことにします、今回から。で、第1弾のアイテムは僕が紹介したんですけれども、東京店10周年のアイテムがですね、たくさんありすぎて、うちの東京店スタッフのみんなに紹介してもらうと思います。で、それでは、2発目の商品、2番目のアイテムですね、これはもう山根亮太君が紹介するので、はい、じゃあご説明させていただきます。で、いわゆる僕たちは CWP って呼んでます。これはコールドウェザーパーカーの略で、はい、生地は先ほどのシングルラグラン1のサバイバルイエロー と、同じベンタイルなんですけど、これはベンタイル L28 といって、もうちょっと分厚い素材になります。なので、こういうやっぱ武骨なミリタリーパーカーなんかとは相性はすごいいいのではないでしょうか。L34 番に比べて、倍まではいかないんですけど、僕らその基本用専門用語で目付けっていう生地の重さですね、 1.5 倍ぐらいの分厚さでございます。で、この色目なんですけど、なんていう色ですか。 SQ オレンジですね。ディティールせっかくなのでご説明させていただくと、お願いします。しっかり、もともとはアメリカ軍の、エクワックス寒冷地向けの起伏シリーズですね。エクワックスエクステンディッドコールドウェザークロージングシステムって言うんですけど、80年代から採用されていて、で、寒冷地用向けに作られているので、しっかりとこの襟が高くて、フードは襟付きで大きいっていうのは一つ大きな特徴ですね。あとはやっぱりそのポケットだったりとかもベルクロプラススナップボタンになっていたりとか、これがパウダースカートとか呼ばれる仕様で、ここがしっかりと締められるので、下からの風の侵入だとか、雪の侵入を防ぐような仕様になっているので、これでスノーボードとか行っても抜群かっこいい、抜群ですね。生地も分厚いしですね。
3つ目のアイテムの紹介はアナトミカ東京店の酒井信方君にお願いしたいと思います。よろしいですか？いいです、はい、大丈夫です。こいつですね。こちらです。このワイングラス、クリスタルグラスという仕様で今回10周年の記念にあたって作らせていただいたアナトミカのための特別賞になっているんですよ。初めての食器だからね、アナトミカ、はい、ちょっと本気でやったって感じなんですね。そうですね。でピエールもルイスもシャールズもなんかこれで乾杯してくれてたね、はい、そうですね。なかなかいいワインを飲んでちょっと悔しいですけれども。で今こちらですね、このアナトミカの A のロゴがあるんですよ。皆さんここよく見てください。こちらサンドブラスト加工という製法を使って作っております。でこちらの一番この下のラインですね、こちらにあのワインを注いでいただくと、だいたい通常のワインボトルって750ミリリットルなんですよ。こういうことですね。ちょうどこちらです。こちらの8分の1、つまりまあ約93ミリリットル分こちらに注ぐことができるっていう。まああとはあのわざとサンドブラスト加工をしてもらって見にくくしてもらってだからインビジブルなことはやっぱりよく見てもらうと物の進化が分かるというアナトミカの思想につながることもあるので楽しんでいただければいいと思います。でいよいよあの今回の KGG 第5弾後編の4番目のアイテム、お願いします。こちらの金次さんも私も着ているドールマンっていうジャケットは、まあ、アナトミカ創業当時からずっと作り続けている定番の形なんですけれども、この度10周年ということで特別な生地を使って、登場しました。で、この生地なんですけれども、こちら の内側にも貼っているダブルビルっていうサプライヤーの生地を使用しておりまして、1846年から創業されている老舗のサプライヤーによく勉強しましたね。はい、調べました。こちらの生地を使った特別な一着というところなんですけれども、風合いはやっぱり着ていてすごく着心地がいいっていうところがまず一つあります、まあ、軽いですね。軽くてあったかいというとシュットランドの毛なのかな。そうですね、ピュアウールを使っておりますのでざっくりとした風合いと、すごい軽やかなのが特徴的でございます。ありがとうございます。はい、じゃあ今年最後の KGG 第5弾後編で終わりになるんですけれども、10年前もこのフィリップ・ボーヌラール、まあ、ブドウはプールサールなんですけども、こちらでお祝いをしました。当時はナチュラルワインっていう言葉もあんまりこう皆さん知らなくて、逆にアナトミカのレセプションに来ていただいた10年前に来ていただいた方がナチュラルワインにハマっていったっていうこともありまして、そこを思い出しながら初心に帰るという意味でボルナールを12月4日に開けたいと思います。で、ボルナールまではいかないんですけども、こちらのバンナチュールは皆さんで乾杯したいので入れていきますね。ありがとうございます。色気のある入れ方ですよね。良いですか。で、この A の足元まで入れる、足元まで入れる、足元まで入れる、いいっすね。いいっすね。で僕がまず持たせていただいて、はい、りょうたも持っていただいて、あ、こうやってあげる、はい、ありがとうございます。では皆さん乾杯。乾杯。乾杯。うまい。おいしい。いや、皆さんにバイバイしましょう。はい。じゃあ皆さんまた来年。また来年。お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。